悲しいことにメインストーリーを進めなきゃいけなくなってしまいました。悔しいです。お、源田、源田先生、もういいんですか？力がなくなってる。ああ、さっき復帰したとこだよ。あ、沙織さん、これ。お、くっついた。え、まるでもらうの分かってたから。すいません、俺今ちょっと沙織さんに用が。ああ、こっちが先だ。話がある。なんだ。え、そこ座れ。なるぞ、テリー伊藤みたいなメガネは。じゃあこっちに座ろうかな。じゃあ私隣に座っちゃおうかな。ごめん、ごめんなさい。あ、プレイパスか。なるほどね、そういうこともあんのか。ありがとう、いい意見だ。星野君から全部聞いた。何？下手な言い訳するなよ、八神。全部ってどこまで？新谷の件だ。おう、寄せつったのにお前どっぷり首突っ込んでんだろ。メガネのけたらイケメンじゃん。まで巻き込みやがって。ちげえ、星野が生きてっつったんだよ。前にも言ったがよ、うん、新谷はあれでも俺にとっては可愛い弟子みたいなもんだった。そうか。そのあいつが死んで、うん、体中まるで力が入らん。優しいじじいだ。昨日まで何食っても喉を取りゃしなかった。それは行き過ぎじゃない？この上お前や星野君までやられたらどうなる。そうやって寝込んでるうちにこうも思ったんだよ。なんだ？こんなんでこの先もカムロ町で弁護士続けられるのかなってさ。何言ってんだよジジイ、元気出せよ。でもな、うん、俺が間違ってた。お、え、どうした？弟子を殺されたのに泣き寝入りして何もなかったような顔でいられねえよ。ジジイ！いられるわけがねえ。ジジイ！この町では、おい！戦う意志のねえ奴が生き残っていくことはできない。そうだ、ジジイ！カムロ町で生きていく奴らは、みんながみんな上見て這い上がろうとしている連中。かっけえ！いいセリフだ。他の奴に食い物にされたくなきゃ、強がりでもあったりでもとにかくファイティングポーズを取り続ける。ああ、それができなきゃ、ああ今すぐ新谷が殺されたこともきれいさっぱり忘れて、ああこの事務所も畳むしかねえ。違うか？違わねえ。いいこと言いやがる。八神、お前は本気だよな。ああ、本気で新谷の仇取るつもりなんだよな。まあ、正直あいつのためとかじゃないけど、はい、よし。そういうわけじゃないけど。なら星野君のことも遠慮なく使ってた。いいの？新谷の仇取るまで再三度外視で。それはどうなんだろうね。それお前決めていいの？犯人を突き止める。あ、星野の命あれやみたいな。俺にもできることがあれば何でもやる。お、遠慮しないで何でも言えよ。わかった、ありがとうございます、源田先生。じゃあ元気が出ないから全裸で魔才族のダンスしてくれ。お前らに万一のことがありゃ俺もおめおめ生き恥さらすつもりはね。もちろん気をつけます。で、うん、手始めにというわけじゃないんですが、うん、俺が今力を借りたいのは沙織さんなんです。沙織さん。沙織くん？美味しかったでしょう。で、折り入って相談があるんだけど。先に餌与えちゃダメでしょう。女ってのはこういうのダメだぜ。無理です。なんでだよ。そうなんとか。お願いします。お、お前ら今何人見てる？弱くに小さくに全員頭下げろ。お願いします。女だったんですね。いや、やり方が。じゃあお願いします。お前ら頭下げろ。お願いします。一日キャバクラなんて。そうそうそう、面白いじゃねえか。ただその店の店長、頼むよ。なんで沙織君が気に入ったんだ。いや、磨きゃ光る絶対。お前、うちじゃないか。うん、頼む。大丈夫だって。ほら、俺にナンバーワンに。お願いします。いるわけじゃないんだし。お願いします。嫌です。いやー、どうせなんとかすりゃキャバ嬢に見えるって。ああ、歳だってごまけ。おい、ジジイなこと言うな、バカ。あー、バカ、ジジイ足引っ張りやがって。
さっきのお菓子気に入ったろ。うん、ほらまた買ってくる。俺嫌です。なんでなんでだよ。ちょっと無理なんじゃないか。ノーしか言わないんですけど、壊れてるテープレコーダーみたいに。あの店長のヨタ話を真に受けるのはどうかなって。僕はヨタ話だなんて思いません。お一体沙織さんを何だと思ってんですか。お、いやでも沙織さん嫌がっちゃってるし。そうなんだよ。それはお二人が沙織さんに失礼だからですよ。そう、ナンバーワンじゃなくてもいいだの、年がごまけるだの、皆さんは沙織さんの本当の魅力を知らなすぎます。エッチしたの。沙織さんなら絶対カムロさんのナンバーワンにだってなれますですよね、沙織さん。お前は何なの。お前のポジがわからん。そこまで言われちゃしょうがないです。ちょろい。私バカちょろい。カムロ町のナンバーワン。バカちょろい。アホだった。このナオだった。ヤガミさんはそうだった。ドレスを選んであげてください。何ヘアメイクもしなきゃ。おうおうおう、少しぐらいお金かかっても構いませんよ。でもギャンブルで溶かしたからお金ない。でも俺が選ぶの。ちょ、事務所の借り使おう。大丈夫、うん、ここはカムロ町ですよ、うん、キャバ嬢御用達の専門店がありますから。おそこで選べば間違いありません。ただ目的はナンバーワン取ることじゃ。ハシキが死ぬ前にショウノとどんな話をしていたか探るんですよね。ああ、そうです。そうそう分かってます。ナンバーワンを取るのはあくまでついでですよ。かっけえ。それじゃ参りましょう。やっぱりそう来なくっちゃ。まあよかったじゃねえか皆さん。でもうまくいかなかったら後が怖いな。大丈夫大丈夫以外考えられない。こいつバカだ。わかった、こいつバカだやっぱり。あの星野とか男やっぱバカだ。うわ、来年あいつ見てりゃ怖いってこれから。くそー、いい怖いだな。あれいいな。ウブなところウブだけどさ、なんか男出すとこ男出すじゃん。あんなバランスのいい男いないよ。ああいう下が欲しいよ俺も来年。沙織さんのドレスですけど、うん、昭和通りにルマルシェって見せてるんですよ。あーすまん、俺女遊び結構やってるから知ってるわ。言われなくても知ってるわ。ドレスその感じを見て、うん、メイクする美容室を検討します。素晴らしい、かっこいい、うん、もうデビューが始まってる。君が付き添った方が良さそうだな、うん、なるほど。あー、ルマルシェ行った方がいいだろ、なんだろ、うるせえ。俺も知ってるよ。まあ普段から女遊びしてるからな。お願いします。わかった、よし行くか。まずはドレスからだ。お金ない、どうしよう、お金ないよ。ドレス買いに行こうとか言ったけど、待て、なんだこの距離は。なんだこの距離は。まるで他人じゃないか。なんでだ、なんだこれは。これはいじめか、おい。くせえから近寄らねえでほしいですじゃねえよお前。おい、なんだてめえら、ふざけんな、これやら。あー、サオリ危ないな、しまった。隣歩けよ、隣歩けよ。なんで止まるんだ。だるまさんが転んだか。仕方ねえ、ここは一つチンピラをぶっ倒すことでこの女性に対するイメージを上げていこう。どうだ沙織、このかっこいい男を見て、強い男ってのはかっけえだろ沙織。どうだ沙織、見直したか。どうだこの美しい後ろ蹴りを。よし、最後は沙織の目の前で倒してやるか。沙織見てくれ、沙織見てくれ、この屈強な男をなんか首根っこを掴んでやりたい放題やる俺の姿を。俺見てくれ、どうだ沙織、俺のムートショットは俺の。ああ沙織逃げてった、なぜだな。心の距離が、おき、ああダメだった、もう一回行こう。走ろう、ランしよう、ランズチャ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 ズズチャ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 ズズチャ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 
いや、多分金必要なイベントじゃないから、またサラちゃんとデートする前にスゴロク行くわ。じゃあそういう感じで行きたいと思います。適材適所でスゴロク使っていこうと思います。左、ウェイ、早速買いに行くぜ。よー、どうもチンピラさん、お疲れ様です。3333333333333。さて、最寄りの店、いつもの店ルマルシェにやってきたわけだが、彼女クイーンルージュって店に出るんだけど、おすすめあるかな。あれ、もちろんございます。あれ、それではドレスをお選びください。あれ、沙織さんいないのに俺用のドレスになっちゃう、このままじゃ。まあ髪型があれだからな。いや、もったいない、メガネなんて絶対外さなきゃ。いや、沙織にこんなものは必要ない。素材の良さを生かしたい。うわ、服しか選べないの。あ、爪。いや、これでいいんだ。沙織に小切れは必要ない。こんなのはいらない。いや、違う。まれ、もう一個ずつ見ていこう。一個ずつ着せていこう。違う。ああ、まあまあ、この感じ、そう、これでいい。ああ、エロい。ええ、これもいいかもしんない。強そう、一周回って逆に。ええ、わかんねえ。どれがいいんだ、沙織。沙織、お前、でも待って、最初のこれが一番いいかもしれない、もしかしたら。逆に。これはなんかちげえじゃん。これ髪型変えようよ、先にさ。そっから服選んだ方がいいって、絶対。でも沙織のなんかその、多分さ、アイドル感のあるすごい素敵な女性になると思うんです、僕は。だからあんまり大人らしい服装というよりは可愛らしさを重視した。だがしかし、ここまで幼稚すぎてもいけない。まあイメージとしてはこう大学 3,4 年生くらいを狙っていきたいところである。となってくると、やっぱりそのレベルになってくると、これは大人らしすぎるから、となってくるとやはり俺はこれなんじゃないかなと思うわけだ。色変えれる、マジで。あー、これ1個しかないんかい。あー、これは違うな。いや、待って、こっからもいけるな。なんだこれ、あと2時間迷える。あとまだ無限に楽しめるぞ、この要素。どれがいいんだ、一体。一番好きなやつ聞かせるか。お、エッチだなー。でも沙織はこんなんじゃねえんだよ。てか沙織の胸、沙織のケツ、全てがいい。赤、緑、紫、黄色、銀、白、これだ。変に飾る必要はない。これでいいんだ。これでいい。あとはこれに合ったヘアスタイルを任せるのみよ。したら沙織の良さが抜群に生かされる。見ててくれ、みんな。いや、でも確かに、最後よかった。うわー、でも最後もよかったな、確かに。どう、沙織さん、着替え終わった？待ってください、着慣れないもので。なんかデート中のカップルみたいだな。キモ。真冬に怒られますね。沙織さん、あいつとは幼馴染だったんだろう？ええ。エロいな。中学校の時に。それからしばらくブランクがあって、大学の法学部で再会。待って、これセーブ&ローズで無限に楽しめたじゃん。真冬はいかにも裕福なお嬢様育ちで、私の方は人見知り、中学のクラスでもいじめられてたんです。人見知りってだけでいじめられる世界、怖。真冬はことあるごとに私をいじめっ子から守ってくれました。えらい、そんなやついいの。彼女はその頃からもう検事を目指してて。指ちょっと汚いな。私はそんなあの子に憧れたんです、一方的にですけど。おー、なんか漫画とかでありがちな展開。沙織さんはそれで法律を。ええ、だから最初は私も検事を目指してたんです。いいから出てこい、早く。でもやっぱり悪人を裁くより弱い人を守る弁護士の方が性に合ったみたいで。ほう。なんか今日はよく喋りますね、私。確かに、人に歴史ありだ。キャバ嬢になるからか。そういえば、もう練習始まってる。冬にも小さい頃、もうトレースは始まってる、こいつの中の。ん？
あの子が子供の頃、うん、お母さんと歩いていたところを車にひき逃げされたんですけど、うん、えげつな。ああ聞いたことあるよ。お母さんが真冬をかばってしばらくは意識不明で危なかったとか。なんでその炎のストライカーみたいな経歴。その後ひき逃げ犯に捕まったんですが、裁判の時も妹がお母さんはまだ眠ったままだったんです。わあ。ひき逃げの状況はまだ小さかった真冬ではとても説明しきれません。その時の気持ちが。担当した検察官は辛抱強く現場で起きていた全てを調べ上げて状況を理解してくれた。なるほど。すげえ。物を言えない被害者に代わってキリナスだから正義を貫いてくれたんです。それがあの子にとっての初恋だったのかも。髪型変えたい早く。え？検察官に？その人は今真冬の上司で森田検事生です。よかった。ただのおっさんじゃん。勝った。あぶねー、あぶねー。これでイケメン谷原みたいなやつで終わってたわ。あぶねー、勝ったわ。私が真冬を紹介した日覚えてます？なんてエッチな会だ。3人でテンダーで飲みました、ね、もう一回それやろう。あの日森田検事生は別の女性と結婚。よーし、よかった森田。それで私、うん、真冬にもっといい男の人を紹介したくて。お前も俺のこと好きみたいだ。だから矢上さんを呼んだ。お前も俺のこと好きみたいだ。そういや最初はちょっと暗かったよな。失恋した後を盗み取ったわけだ。変態だね。あ、今夜は眠れそうで今沙織さんの方が好きだ。今は沙織。今は冬より沙織さんの方が好き。沙織さんの方が好きだ。は？は？あ！何言ってるんですか急に。いいっす。矢上さん。キキキキ。良くないと思います。なんでだ、本当に気持ちなのに。冗談だっての。まったくもう。おほ。着替え終わりました。こんな変態な声出るんだ俺。おほ。へえ、いいんじゃない。もっと好きな服装で行くべきだったか。本当ですか。あ、そうだ。ちょっと写真撮らせて。てか全部着せようぜ。変態。勝手に写真をアップすると人格権の侵害に。いや、星野くんに頼まれててさ。そうなんだよ。ドレスに合わせてメイクを考えたいとか。はあ。いけるよ。と、早速電話かかってきた。星野です。完璧じゃないですか、矢上さん。だろう、星野。森さん、やっぱり最高に綺麗です。だから洗練された感じで来たよな、やっぱな。いいな。やっぱり僕も一緒に行くんだったかな。この後、ラブホテル行ってきます。美容師さん、こちらからは以上です。そうですね。うん。同じ昭和通りに美容室チェリーってお店があります。恋しちゃったんだ。多分気づいてないでしょ。腕も確かですから。了解した。分かった、ありがとうな。いや、こっから髪型よ。メイク、メイク、メイクでどこまで化けるかよ。ちょっと腕太いな。でも沙織さん、いやでも確かに最後のなんか薄っぺれシャツみたいなやつも良かったんだよな実際。いや難しい、難しいですね。こうなんか悪いことしてる気分だわ。なんかごめんな、なんか着せられてる感えげつねえ。ごめん、なんかごめん、なんかごめん。マジマジなんかごめん。この店か。いらっしゃいませ、うん、今日はどのようにいたしましょう。この女性をとびきり可愛くしてやってください。俺ができんの？俺がやっちゃっていいっすか？かわいい。やはり俺のが狂ってなかった。かわいい。ここは令和チャンネル好み。かわいい。好きだ。全部。いや、待って、どれがいい？どれ？あ、もっと引け引け、カメラ。可能的、全体に。これはボサボサ良くないな。巻き上げ、まあ、これもまあ悪くはないが、俺的にはやっぱりね、これなんていうかな、そのなんか大人の、まずちょうど大学3、4年生くらいのなんかその、成熟さも残り大人らしさもなんか若干香るみたいな感じの女の人したいわけよ。これはちょっとあれだな、ちょっと、変すぎだな、変だな。これもちょっと自信がないように感じるな。これバカすぎるな。ポニーテール、これお母さんすぎるな。前髪が少ねえかな。いや！ちょっと一回これ全体見てみよう。おい待て！うわぁ！ AV 女優みたいな可愛い！ AV 女優みたいな可愛い！いや、これはない、これはない、これはない、違う。いい、なんだこれ。ちょっと待って。可愛すぎんだろ！おい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 メスみたいな声でしょ！おい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 ちょっと、
青とか言ってみれば攻めないか、ここは一回なあ、二次元から飛び出しちゃいましたみたいな感じで攻めないか。初音ミクやんない、初音ミク、ちょ初音ミクさせよう、一回初音ミクさせよう、こいつに一回、こっち初音ダメだやめよう、これだ絶対的にこれだ。てか待って、俺サラみてえな女作ってんじゃん好み出てんじゃん、もう好みが。ちょっと何これ、楽しすぎるんじゃけど、楽しすぎるんじゃけども、ちょっと何よこれ、あなたこういう 薄い茶色かわいいよな、こういう薄いなんかなんていうの、薄い茶色かわいい、これ変だな。うわ、こ俺来たマキやんけ、こっから見たらマキ、俺来たか、俺が、おいふざけんなよ。うわこっちもいい、うわどうしよう、迷っちゃうよ迷っちゃうよ、みんなめちゃくかわいいめっちゃくかわいい、いや待って、これで黒髪っていうの素朴でいいぞ、こういう女性も悪くはないだろう、こういう女性もなんか夜はスケベそうでいいな、清楚な王道スタイル、なるほど、こういうのでこう薄い髪型とかしてみるか。うわ AV 女優だ、ただの AV 女優だ、うわどうしよう、姫巻きだってさ、これは単純にローランド、これローランドじゃん、ローランドじゃねえか、女抱けるぞこれで、完璧だな。ピンク色、うわピンク色似合っちゃうんですか彼女は、素晴らしいね、ポテンシャルの塊じゃな。いや逆にこのぐらいでいいんじゃないか、あんまり明るすぎてもな、てかどうでもいいのにこんなのどうでもいいのにめちゃくちゃ迷う、こんなのどうでもいいのに、やっぱこれか。いや待って、髪の毛色なんて変えない方がいいのか、もしかしたら黒できるか。いや黒じゃもったいないでしょ、ポテンシャルあるよ黒じゃ、おさ、いや悪くねえ、でも悪くねえな悪くねえな、ほうきたまきはいい、ほうきたまきはいい、ほうきたまきでいきたい、ほうきたまきでいきたい、仕方ねえな、じゃあみんなの意見でソフトウール、ほうきたまきでいきましょう、ほうきたまきすぎる、ほうきたまきすぎる、ほうきたすぎる、これ髪の毛色だよな、何色のほうきたりいく、茶色、わあいい BGM だわ、かっこいい、こういうのも、うわいいねいいねいいね、ちょっと、あーいや黒か、これに関しては黒なのか、あ今黒もなんか2種類あるな、こっちとこっちと、黒がかりが違うのか、いやーいや待って、もうでも待ったー終わらねー、決めきれねー、いやサラはさ、こういう女はサラで見飽きてんじゃん、だからさ、ここは一回ソフトウルフやっといて、でここで色だよ、色なんとって色よ、どの色の掘りきたか見たい、一体何色の掘りきたか見たい、うわこういうのもいいな、わーいいな、すごくいいわ、すごくいい、似合うわ、もうなんかなんならこの女に決めさせてあげたい、どれでも似合うから好きなの選びなっつって、うわー少しピンクあったやつこれか、いやこれはちょっとさ、眉毛の黒さがちょっと目立ってから違和感あるよな、どうしてもこう眉毛まで手がいかない、眉毛手いくんじゃねえ、手いく、眉毛まで手いく、おいおいちょっと待てや、ちょっと待ってくれや、太め細めバランス、ちょっとバランスでいいとこ一回、うわうわうわあはははあーなんでもいけちゃうじゃんこんなの、これ可愛くないこれ可愛い、これファイナルファンタジー13のなんか主人公みたいな可愛い、ライトニングみたいな可愛い、わーでもこっちの方が可愛い、可愛い、ちょっとしばらくこれでいこう、まつげか、いやちょっとメイクしよう、パッチリお目目ぐらいしてこう、つけまなんてちょっとつけたってもなんか損ないから、かわいいよー、かわいいよ、堀北かわいいよ、くぎゅーだ、ほんとに、うわいや、もったいない、アイシャドウか、どこまで入れるか、うわこういうのもいいな、なんかこういう裏の顔かが出ていいな、じゃあ元々のポテンシャルを生かしたいという気持ちはあるけど、これちょっとなんかアイライン入れてさ、裏の顔かを出してもよくない、裏の顔か出そう、これは裏の顔か出そうよ、これは目のアイシャドウのカラー、どれだ、どんな感じある、はあなるほど、ここか、え、すげえかっこいい、これもまたいいな、これもまたよし、あーどうしよう、これはさ、なんか自然な色を入れてあげたよね、やっぱり、いや、アイシャドウなんて必要ないじゃないか、もしかしたら、もしかすると、どうだろう、まあ、変化は気づかんな、なしでいいだろう、カラーコンタクト、
もうファイナルファンタ、これはライトニングさん、これはライトニングさんです。つまり、え、待って、うわ、あのお願いマッスルの響き作っていい？最近最近、待ってよ待ってよ、いやこれはあえて青とかじゃなくて、いや青とかのこのなんか吸い込まれるような瞳もいい。これは彼女の特徴はやっぱり瞳にある。その瞳を十分に生かしてこんな、あーだがしかし無難に落ちるか、いや待ってここは一つ、いや迷うな。いや普段じゃ出会えないような素敵な女性を演出するためにはありきたりな目の色じゃダメな気がもしてる。ちょっと赤目のかかった目にしとくか。いや迷うね。いやもったいない、これは外国人ぶ、外国人ぶってる女になっちゃう。ダメだ、黒とかでもいいか。いや意外とこれ黒とかでいいかもな、別に。うん、あ意外と黒とかでいいかもしれない、割とチークカラー、これは表情を明るいも出せる。ピンク、いややっぱ赤とか欲しくねえか。おいおい、唇コリする。自然な色を選ぼう。迷うな、どれどれ、赤すぎんのもどうよ。いやでも逆になんかこのぐらいなんかなんていうの、キャバクラ感出した方がいいか。いやいや迷うって、これいや待て、ってかなんだ、普通のやつが一番いいかもしれない、これに関しては。おう、かわいい。かわいい。なんてかわいいんだ。一回これスクショして、みんな今からバケモン作るから。もう今からバケモン作るから。いや待って、可愛くなっちゃった。いやいや、いけるか。おい、ふざけてもいける、ふざけても、ふざけても可愛い。もはやもはや、ふざけようとしても可愛くなっちゃう。やめよう、無駄なあがきやめよう、これでいこう。時間かけすぎてもあれだ。元のやつこれだっけ、あれこれかな、これじゃなかったかな。いやいや、これでいいや、これはいいわ。これはいいわ。もう痰絡みまくった今。かわいすぎて。これは、こりゃ想像以上だね。だろ、そんなにジロジロ見ないでください。ごめんごめん、よし、それじゃあルージュに行こう。え、な、なに、あ、俺沙織さん目線、今から沙織目線、沙織目線なんだって俺今から。見ろよ、すっげえいいよ。気持ち悪い、こんな気持ちなのか。お前ら見たか今の、お前ら今、お前らが今まで普段やってる街からすれ違った女にあいつ可愛くれて言ってるの、今ぐらいキモかったんだぞ。見たか今、あんなキモいんだぞお前ら。うわ、いい、気持ち悪かった。今普段あんな気持ち悪いんだって。すごく綺麗な人だな。こいつは何、他の女に見とれてるのよ。あ、ごめんごめんってば。私とエッチする、うん。あのぐらいバカの方が逆にいいな。分かったこと、もう一個目、あのぐらいバカの方がちょうどいい。変にボソボソっていうよりはあのぐらいバカの方がいい。あの子かわいいなーっつって。そっちの方がいい。みんないろいろ学ぼう、この女性目線の状態で学ぼう、いろいろ学ぼう、学びの時間。お姉さん、どこのお店で働いてるの？キモい。よかったらうちに来ない？倍出すから。キモいわ。キモい、なんだこれ、キモいやつとキモくないやつと差はなんだ、学べ。あいつはおもろい。ハグしとか一回ギュッ。はい、行きましょう。着いた、ハグハグ。ねえねえ、今の子どこの店の子、案内してよ。ええー、っと
すげえ。すげえ。すげえ。沙織お嬢様だ。そちょがいい、そちょがいい。あの子かわいいなーって。いつもありがとうございます。さあどうなる、さあどうなる、どう映る、あんたか、どう映る。例の写真の女の子は連れてきてくれるんだろう、うん、そしたら今夜から働けるか。実際会って問題なければね。確かに素材は良さそうだったけど、うん、磨いて本当に光るかどうかはまた別の話で。一番鳥肌立ってる今。このゲーム初めて。いや、これは可愛い。可愛すぎるだろ。めっちゃ好きなんだけども。頼む。太陽チンポから舐めてくれ。すごいな、まったく。マジでぜひうちで働いて。白崎です、どうも。かわいいよ。彼女まだちょっと緊張してて。かわいい。実にクールだね。素晴らしいだろ。素晴らしいだろ。は、私接客の経験ないんですが。かっこいい。そんなの全然問題ないですよ。ああ、そのルックスなら経験なんて何とでもなります。すべてをカバーした暴れ。あるさ、どうぞ。マジでかわいいだけですよ、山口さん。ハシキとショウノがうわぁ、いいよ。なあ、ちょっと待って、こういうことできるゲームないの。なあ、こういうことずっとできるゲームない。ちょっと探しといて、みんな俺ずーっとやるから。マジで直接話がしたい。なんとか見つけてみます。店が終わる前に電話しますから。いいなぁ、いいなぁ。沙織さんだったね、うん、こっちだよ、ついてきてくれる。頼むぞ、お前。おい、うちの沙織をよろしく頼む。